すぐに終わるわ。何が起こってるのか調べるだけよ。置いてかないで。たった数日よ。あっという間に終わるわ。スーザン、行くぞ。のんびりできるところじゃない。頑張って。大丈夫、強い子でしょ。ジョディ、ご両親やお家と離れて寂しいけれど、ここなら何が起こっているかわかるかもしれないんだよ。君を守るためにもね。誰にも私は守れない。君の持ち物はバッグに入っている。私たちは隣の部屋にいるよ。必要なものがあったり、何か起きたら呼んでくれればすぐに来る。いいね。おやすみ、ジョディ。無理だ姉さん、もう耐えられない。初めは見えない友達のことばかり話すかと思えば、今度は物が勝手に動き出し、しまいには化け物に襲われるだって。フィリップ、大変なのは分かるが。分かってないな。終わりだ、降りるよ。仕事だと伝えるか。正直どっちでもいい。とにかく家に連れて帰るつもりはない。普通の生活に戻りたいんだ。あの子には君たちしか家族がいないんだよ。こんな風に見捨てるなんて。そのうち立ち直るだろう。だがもう私たちは限界だ。いいな。あんたが言わないなら俺が言う。少し時間をくれ。考えてみる。長くは待たないぞ。行こう、スーザン。それじゃ、どこで着替えようかな。ここにもカメラがあったりしないよね。ほら、ウサちゃん、寝る場所を見に行こう。じゃあ電気を消すよ。おやすみ、ジョディ。待って。お願い、電気は消さないで。真っ暗なのは嫌いなの。いいよ、これでいい。うん。おやすみ。おやすみ。
大丈夫、エイデン。今夜はぐっすり眠って。何にも起きないわ。眠れないの、エイデン。何かお話しして。大丈夫か、ジョディ。医者を呼べ、早く。大丈夫、もう平気だから。エイディンはもうあいつら怖くないって。